マジ疲れた今日。授業だるすぎたよね。本当ガチ。さすがにさ抜きちゃんテストはうざくない？あれはやばかった。先に言っといてよって感じでしょ。まあ言ったと点数変わんないけど。いやそれはそうなんです。先に言ってよって感じ。いやマジでそう。本当イライラしたもんね。高田マジうぜえ。マジうぜえ。だから嫌われるんだよ。でも明日休みだからよくない？まあね。てかさ TikTok マジで見ちゃうんだよね最近。えわかる。手止まんない。一回見出したらね。わかる。やばいよね。えてかこの配信者やばくない？えどれ？えやばくない？てか待って、さっきからさそのコメント何なのマジで。え何喧嘩売ってる系？え喧嘩売ってんなら買うけど。えその言い方も何？なんかえ足が悪いわけ？あえおかしくない？お前誰だよマジで。アカウント突き止めるよマジで。何なのこいつ。おかしくない？足間違ったこと言ってた。めっちゃキレてんだけど。やばいっしょこれ。いやこんなキレる必要もないけどね、うん、何でキレてんだろうね。分かんない。何この人。みんな心配してるしね。心配してる。大丈夫そうって何なんでしょうね。うん謎。最近さこういう配信者も多くない？うわ多いわ。今日もライブ配信見てくれてありがとうございます。ゆいりんです。かわいい？え、ありがとうございます。そんなことないですよ、全然。そう。はい。明らか胸で釣ってるじゃん、これ。うんうんうん。フォロワー集めのためにこんなことするんだ。体張りすぎだよね。もうマジ黒歴史じゃない？もうほんとなんか女特有だよね。女でよかったねって感じ。あ、確かにそう。男だったらまた変わってくるじゃん。そう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 。別に顔も可愛くないのにさ。ねえ。でもほんとここだけよね、メインは。いやほんとここが喋ってるみたいな感じになってる。もうそんな感じ。ここが顔みたいな。胸が会話してるみたいになってるからもう完全に。もういいんだけどね。別にいいけどみたいな。いいんだけどね。まあ別にいいんだけどね。まあいろんな人がいるね。そうだね。えてか今何時？いや今待って6時じゃね？私ちょっと予定あるんだった。え歯医者さん行かなきゃいけなくて。あマジ？ちょっと歯が出てるから人より。ああうん。人より歯が出てるからちょっと手術施さなきゃいけなくて。ああうんうんうん。ごめんじゃあちょっと帰るね。バイバイ。えバイバイ。ごめんねなんか。うわ歯医者マジ痛かったな。超腫れてんだけど最悪。 TikTok 見て心紛らわせ。え7じゃね？アーニャの声真似ですか？はい、いけます。アーニャピーナッツが好き。わいわいにゃ、わいわいにゃ。